私有塾高等学校は、広島県尾道市の私立の広域通信制、高等学校。株式会社文学の館が運営していた。高等学校を中退した生徒や、不登校、引きこもりに対応した、私塾、リバースアカデミー私有塾が前進。内閣府より認定された、尾道市人間教育特区計画に基づく、株式会社率の広域通信制。 単位性高等学校。2008年2月、株式会社 OIC の子会社として、株式会社文学の館を設立。同年4月、尾道市東久保町の旧、尾道市立東遊小学校の旧校舎に開校した。長期滞在型プログラムも設け、本社所在地の尾道市向島町立下2129の位置にスクーリング、長期滞在用宿泊施設。 私有塾高等学校文学の館を開設した。しかし、文学の館は、売り上げ不足から慢性的な赤字体質となり、2014年3月期決算時点で1億2672万円の債務超過に陥った。その後の業績も改善しなかったため、2016年12月、小野道市に対して、経営難を理由に、同年3月での廃校を申請した。 2017年3月、廃校。開校から9年であった。その後、尾道市は、特区の認可取り消しを申請した。2017年11月、親会社の株式会社 OIC が破産。文学の館も2018年に入り破産申請。同年4月27日に、広島地方裁判所尾道支部から、破産手続き開始決定を受けた。文学の館は、 2019年2月26日に法人格が消滅した。在校生の指導は、愛いおい学院高等学校が事実上引き継ぐこととなり、2017年4月に、愛いおい学院高等学校尾道校が、尾道駅前のビル内に開校した。私有塾高等学校の各種証明書等発行については、2017年4月1日以降、尾道市で行っている。 休校舎は開校前同様、尾道みち障害、学習センターと尾道みち私立呂保育所の施設となっている。向島町の本社所在地、旧文学の館敷地、建物は2018年2月にオープンした、尾道島並ゲストハウスとして利用されている。文学の館に関するカテゴリー、ありがとうございます。